イギリスの音楽では、イギリス、イギリス人の音楽について述べる。イギリスは、ヨーロッパの一部にあり、ヨーロッパ大陸からいくらか離れたグレートブリテン、諸島にある国である。したがって、ヨーロッパの音楽文化圏の一部であって、ヨーロッパ大陸の音楽、すなわち、イタリアやドイツ、フランスの音楽と、リズム、音組織などに、基本的な違いはない。常に大陸と、 密接な関わりを持ちながら発達してきたと言っていい。しかしながら民族に独特の音楽も持っている。スコットランドのバグパイプの音楽などはその代表例である。マザーグースなどの同様、クリスマスキャロル、スコットランドやアイルランドの民謡などは日本でもよく知られたものが多い。11世紀以降、セーラムでソウルズベリー成果が発達し、この成果は イギリス国教会の成立まで盛んであった。また、13世紀末の夏は来たりぬ主名ルイズ・ e ンイ院は現存する世界最古のカノンである。13世紀前後のフランスのカロルという部曲がイギリスに伝えられ、14から15世紀になると多くのキャロルが作られた。キャロルは500編の歌詞と100曲余りの旋律が残されている。 14世紀から15世紀には、イギリス独自の3度や6度和音を利用した多声音楽の方法が開発された。イギリスは島国であり、100年戦争で大陸との接触がなくなると、大陸で捨てれた技法、例えばノートロダム学派のイソリズムが使用され続けられ、独自に発展した。100年戦争末期になると、イングランド王国が北、フランスを占領し、 大陸とイギリスの音楽家の交流が始まった。この時代の重要な作曲家がリオネル・パワーとジョン・ダンスタブルである。特にダンスタブルは大陸にイギリスの和音の技法を伝え、ブルゴーニュ学派を成立させるとともにイギリスにフランスの新しい技法を伝えた。チューダー朝のヘンリー・パッセイが1509年に大いに着いた頃からイギリスにおける音楽活動は 再び盛んになった。この頃の宗教音楽の資料として、イートン聖火大ボーンが存在する。ヘンリー・パッセイは、音楽にも造形が深く、ヘンリー・パッセイ作曲とされる作品が伝えられている。ヘンリー・パッセイは、キャサリン王妃との離婚及び、アンブーリンとの再婚をめぐる問題から強行、クレメンス7世と対立。 1534年には国王史情報を発布し、自らをイギリス国教会の長としてローマカトリック教会から離脱した。このような時代背景の中でルネサンス音楽期に活躍した著名な作曲家であるトマス・タリスやウィリアム・バードはラテン語と英語による曲を両方作曲している。とりわけ、バードはカトリック信者として生涯を送り、 イギリス国教会との葛藤から生まれたラテン語のミサ曲はルネサンス家を代表する作品である。シェイクスピアの劇中にも登場するトマス・モーリーなどの世俗音楽が盛んになるとともにジョン・ダウランドは優れたリュート作品や歌曲を作曲した。エリザベス朝時代後期にはイタリアのマドリガーレの刺激を受けてイングリッシュマドリーガルが数多く作曲された。トムキンズ、キボンズ、 モーリーなどの作曲家が知られている。また、気楽音楽についても、ルネサンス後期のイギリスでの発展は顕著であった。ヘンリー・パーセルは、バロック音楽時代に活躍したイギリスの音楽家である。彼は、イタリアやフランスの影響を受けつつ、独自の音楽を生み出したものの、その生涯はわずか36年というものであった。その後、ドイツから移住。 帰化したゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが活躍した。パーセル・死後に生まれたボイス、アーン、リンリーなどの作曲家は古典派直前のイギリスの作曲家である。ありがとうございます。